こんにちは、ビールデンドの辻元です。今回は2ヶ月で体脂肪を5キロ落とす減量法トレーニング編という形でお送りさせていただきたいと思います。今回はですね、2ヶ月で体脂肪を5キロ落とす方法トレーニング編っていう形でお送りさせていただきたいんですけれども、前回の動画でですね、食事編っていう形でお送りさせていただいたんですけれども、まず今回ですね、私自身がベストボディジャパンというコンテストに出場しまして、まあ、ちょうどですね2ヶ月の減量期間で体重5キロ落とした形で、まあ、今回の減量結果だったんですけれども、減量前がこちらの写真にあるような形で、体重が、まあ、71キロのスタートで、減量後、大会前がこちらで66キロ。まあ約5キロの、違いという形で、今回2ヶ月で減量をさせていただいた、まあ内容ですね、のトレーニング編という形でお送りさせていただきたいと思います。大きくはですね、まあ4つになるんですけれども、減量方法と、まあ、トレーニング方法っていうのは、それぞれですね、目的によっても違いがありますので、まああくまでも私が今回行った内容、っていうところになりますので、参考にしていただければと思います。まずですね、1つ目、ボリュームを落とさないっていうところなんですけれども、まあトレーニングボリュームっていうのはですね、使用重量と、まあ、回数の総数っていう形なんですけれども、それで算出されるものなんですけれども、各ね部位に対して、まあ、重量や回数っていうところを、まあ、極力落とさないようにトレーニングを行うっていうところを、まあ、第一に意識して行っておりました。2つ目がですね、オーバートレーニングにならないっていうことなんですけれども、やっぱりね、体の疲労感とかですね、まあ、そういったところも考えながら、休養っていうのも重視して、まあ、ボリュームを落とさないっていうのと、積極的に、まあ、休養も心がけて取るっていうところは、もうトレーニングのこの筋トレの中で意識して行ってました。3つ目、活動量を増やすっていうところ、これはですね、運動での活動量以外の、まあ、ニートって言われる、まあ、運動以外での活動を極力増やすように心がけてました。特にこの期間は有酸素運動は実施してなかったんですけれども、まあそれ以外に、まあ、例えばですけど、ちょっと買い物に行ったりとかですね、近くに用があるときは、まあ、極力歩くとかですね、本当に階段を使うとか、本当にそういう小さいことなんですけど、まあ、こういう積み重ねを繰り返し意識して行ってました。まあ、こういう減量期間っていうのは、まあ、できるだけその動く時間っていうのを、ちょっと自分にとってのボーナスポイントじゃないですけれども、まあ、プラスに考えて、あ、結構今動けるっていうふうに考えながら、消費カロリーをプラスして上乗せしていくっていう形で、まあ、意識していました。4つ目、筋トレ以外でヒートトレーニングっていう、まあ、少し心拍数の上がるようなトレーニングはプラスして行いました。これに関しては、まあ、先ほど有酸素運動は、まあ、時間的に作らなかったっていうところなんですけれども、まあ、どうしても有酸素運動で時間を使うとですね、やっぱり20分や30分っていう時間が、そこで必要になってくるので、まあ、ヒートトレーニングのような、まあ、短い時間で、まあ、心拍数を上げて、代謝構造向上するような、まあ、トレーニングですね。これは週に、まあ、2、3回ですね、取り入れるようにしてました。まあ、具体的に何をしてたかっていうと、よく言うバービージャンプ、まあ、腕立ての姿勢から、立ち上がってジャンプをする、ような運動であったり、スクワットジャンプ、スクワットをしながらジャンプしたりとかですね、まあ、そういう内容でちょっとまあ心拍数を最大心拍の、まあ 80% 以上ぐらいになる、ちょっとこうハハゼゼなるような運動をプラスアルファで取り組んでいました。これちょっとトレーニングと関係ないんですけれども、睡眠をしっかりとるっていうことです。これはもう結構自分自身ですね、重要視してまして、まあ、普段からまあ睡眠時間っていうのはまあできるだけ取ろうとは意識してるんですけれども、まあ、特にね、この減量期間中っていうのは、まあ、少ないエネルギーカロリーで、まあ、トレーニングもですね、ボリュームを下げないように、してっていう形で、まあ、体の疲労っていうのも蓄積しやすかったりするんで、まあ、やっぱりしっかり睡眠をとって、まあ、休息するっていうことを意識してました。
大体ですけど6、7時間、7時間ぐらいは寝たいなっていうところで11時ぐらいに寝て、まあ6時、6時前とかに起きるっていうような、まあ、生活を意識して、できるだけ睡眠時間を確保して、回復させるっていうことを意識しました。今回は私が行ってきた、まあ、トレーニング編っていう形で、4つご紹介させていただいたんですけれども、冒頭にもお伝えさせていただいた通り、まあ、こう減量方法とかですね、まあ、内容っていうのはやっぱ様々いろんな方法があって、その方に合う合わないとか生活リズムに合わない、様々な条件が重なって行っていくことだと思うので、今回私が紹介させていただいた内容に関しても参考になりそうなところは参考にしていただければと思います。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ヘビーレジェンドの公式 LINE では毎日お得な情報等を配信しております。またビーレジェンドの公式サイトでは新商品やお得なセール情報も配信しておりますので、ぜひ概要欄の方からチェックお願いします。それでは次の動画でまた会いましょう。